国際協力研究家の金子です。私は本日非常に2つの理由で戸惑っております。1つは私だけがおそらくリハーサルさせていただかなかったので、こういうセッティングだということをですね、今日初めて知ってぶつけ本番で臨んでおります。でもう一つの戸惑っている理由はこの後ろの写真でして、お気づきなかどうか、私だけ裸足なんです。休憩時間にもなんて裸足なんですかというふうにですね、一応この写真と同じ衣装で来たんですが、靴だけは履いてまいりました。はい、この裸足の理由には、ちょっと背景がありまして、私自身の専門性に関わるですね、理由がございます。一応こういったタイトルでお話しいたしますが、国際協力研究科に所属しながら土地安全研究センターの警務もさせていただいています。私の、専門はアジアの非核防制ということで、先ほどのですね、バックですね、先ほどの写真はですね、実は、ミャンマー のダゴン大学の法学部というところで講演させていただいた時に撮った写真です。で、ミャンマーでは行かれた方はご存知かもしれませんが、お寺さんに入る時にですね、裸足にならないといけません。皆さん靴脱いで、靴下も脱いで、石いや土を踏みしめてですね、お寺さんの敷地を回られます。で、同じように、法学部においてもですね、裸足で授業してます。先生も裸足で講義しておられます。なので私もダゴン大学で講演させていただいた時に裸足でいたしました。で、ミャンマー語でですね、法律はダマタと言われていますけれども、文法のダルマにあたりますね。先ほど大村先生、真言宗とおっしゃいまして、私も真言宗なんですが、郷に行っては郷に従えということで、ミャンマーに行ったらミャンマーのテラワーダ仏教、そしてその中に息づいている、大学の講義のやり方にですね、従って、溶け込んで、交流をしていっているというのが私のアジア法という研究分野のスタンスです。で、先ほどからの線形とか非線形のお話は私は分かってなかったんですけれども、実は文化系でして、ただなんとなくですね、イメージとして私がやっていることは非線形なんじゃないかなと思っていまして、行った先々の国々でですね、そこに生きている法制度を調べて比較して歩いています。で、これに対して今日のテーマのですね、都市ですが、都市の法律というのは、法律の分野においてはメインストリームです。で、それは非常に画一的な法制度です。近代法、現代法というものはですね、都市を中心とする資本主義の、システムが制度化された、19世紀、主に後半に形成され、現代に至る法制度、法学部で講義される法律というのは画一的な、近現代法であります。で、それに対して私どもがトライしているこのアジアの非核法というのは、ある意味都市ではないですね、近代以前から息づいている、今なおアジアの各地に息づいている、多くの慣習であるとか法秩序といったものを拾って歩き、そして学んでいく。で、それによっておそらく皆様方と一緒に未来都市の在り方を考えていっているんだと思っております。未来都市はですね、おそらく近代の反省から学ぶところから構築されていくのではないかと私は思っております。近代、現代とは何であったのかとですね、考え直しますと、一言で言えば GDP の最大化競争であった。国民国家が分かれて、で、どの国の GDP が最大なんであるかと競い合って、そしてそのために国富を増やすということで、産めよ増やせよということで人口が増加し、労働者としてまた消費者として人口が増えた結果、18世紀から9世紀にかけて世界の人口は5億人であったと言われておりますが、今や70億人に達していて、もうこれは地球にとってお荷物なんではないかという状況にあるとすれば、
未来都市はこの近代の延長であっていいのかという反省から、考えていきたいと。で、先生方、工学や経済学の先生方はおそらくその都市自体のですね、省エネルギー化とかコンパクト化といったですね、技術的な部分を担っていかれると思います。で、私どものような法制度、法政策を論じる人間たちがそこで何をできるかですが、おそらくもっとこう人ですね、そしてまた、それを支える組織といったものに注目して、都市とその背景に広がる農村、そして農村が守り続けてきた自然、そのあたりの連携を、構築していく、再構築していくといったテーマではないかなと思っております。で、そういった意味で最近注目を集めているのが持続的開発目標という国連がですね作った目標が人口に感謝していますサステイナブルデベロップメントということで、関心が皆さん割のところなんですが、私は残念ながらこの SDG ですね、未来に向けては後退ではないかと思っています。その前に2000年にミレニアム開発目標というのがありました。で、この下ではより真摯に未来持続性がですね、いかに指標ができるか数値化できるかという議論があったはずです。ところがそれをさらに発展させたはずの2015年の持続的開発目標 SDG はよくよく見ていただきますと、経済成長ですね、投資促進、エネルギー開発といったことで、近代的な国富の競争ですね、近代的価値に逆戻りしてしまっていると私は見ていまして、現代はまさにこうそのような形でですね、価値観が流動化していて、何が私たちの未来の目指すべき価値かが、見えていない、確定していない、そんな状況の中で私たちは未来都市を考えていかなければならないという状況だと思っております。で、その中で法律の分野から未来都市のこのプロジェクトに何ができるかということで、具体的に私の念頭にあるテーマを、いくつか挙げております。例えば、開発自由に対する公的規制のあり方としてですね、法律の分野で都市計画法制ですとか税制、ね、といったあたりが非常に関わってくると思います。日本のこの分野の制度は実は非常に特殊です。例えばドイツであれば、建築は不自由が原則で、ですね、で、例外として建築が許されていくという、ですね、構築制度構造ですが、日本は逆に、開発の自由であって例外的にそこに規制を行っていくと、その形で未来都市にそのまま突っ込んでいってよろしいのか、そういった議論が必要だと思っております。また次にその公共事業が非常に優先される制度に日本はなっています。皆さん最近憲法改正論等々が流行っておりますけれども、憲法29条の2項や3項をご覧になったことがあるでしょうか。そこには公共性とか公共の福祉という言葉が出てきていて、で、それ自体は明確に定義されないままですね、公共性という名がつけば、公共事業が優先していきます。特にですね、公共の福祉というものにあたれば、保証なく無償でですね、皆さんの財産が取り上げられていってしまうといった制度、では改めて公共性とは何なのかという再定義は世界でもですね確定していません。そのあたりを未来都市に向けての再定義ということで、課題として法学からも何か貢献ができるかと思います。で、そして最後に公助、自助、共助の関係再編といったテーマも書いてみました。で、例えばですが、私自身も今そのテーマで、やっているプロジェクトが一つありまして、災害対策基本法というですね、防災に関係する法律があります。1961年にできてもう半世紀ですね、運用されてきたわけですが、そこで、国の責務、万全の措置を講じてですね、国民を守るという理念が掲げられていました。ところが、2011年の津波の後に2013年改正がありまして、でそこでですね、国の責務というのは縮小しました。で、それに代わって自助、そして共助ということが強調されているというのが現状であります。しかし公助に
交代した公女に対して次女や共女が代替していくというので、よろしいのか、私は、それは未来都市の在り方ではないと思っておりまして、共女、次女を盛り立てていくような公女の在り方ですねを構築していくのが、まあ、制度作りの一つのですね課題だろうと思っているところであります。そういった文脈の中でですね、神戸から発信するモデルというのが注目されるのではないかと、先ほどあの奥村先生のご議論でも出ておりましたけれども、この大都市神戸には実はですね、近代から、継承される非常に伝統ある文化ですね、先ほど財産区という名前で先生がご紹介されておられましたけれども、それがあの日本でも最大スケールであの存続していて、でそれがなんと日々 の地域のコミュニティを支えている、例えば防災活動で防コミですとかフレマチですとかですね、あの神戸はあの日本の最先端 の都市ですね、都市の、制度作りを条例作りを行っていると言われてますけども、それを実際に支えている人、そして、お金は、財産区からですね出ていることは多いわけです。そういった大都市神戸の中に残る農村性といったようなもの、それをさらに、例えば兵庫県一帯の農村部とのですね、町里連携といったようなプロジェクトもありますし、非常にあの神戸はそこで、新しい近代ではない新しいモデルに今挑戦中だと思います。この神戸からの発信ということがあの一つ、私が魅力を持ってですね追っかけているところでして、でここから先はちょっと残り時間で自分 のゼミの紹介になるんですが、私のゼミではあのとにかく現場に行って、まあ、あのこれは震災ボランティアですけれども、あの人の話を聞いてそこから何か考えようとですね、あの座学で教科書に書いてある法律を習うだけじゃなくって、それを実際にどのようにですね社会の中で法が動いているのかを知ろうということで、まあ、こういった岩手大学さんとの活動とか、また兵庫県の農村部にですねみんなで行ってお手伝いするとか、こういった活動、そして実はあの僕私地元あの鶴ヶ武と 小学校の PTA 会長つい先ほどまであのやらさせていただいていて、地元の防コミとかフレマチの役員です。でそこにあの私のところの留学生たちをこう連れてってですね、あの地域の方々とあの交流させていただく、そういった活動の中で未来へ向けた街づくりなど考え続けております。はい、でそれについてあの街づくりの皆さん先生方とともに本も、出したりしていう活動をしております。あのもともと私アジアの企画法が専門でございますので、各地の、まあ、農村、漁村を回ってですね、そこ の、方々の声を聞いて回るということで、何人かの先生方を巻き添いに組みながらあの毎年出場しております。今年も、今年だけでもこういった企画がございまして、学生さんも海外実習として単位をもらえる形で参加しています。ぜひあのよければ参加ください。で、最後に宣伝となりますが、私の所属しております国際協力研究科はですね、あの30単位であの終了できますけれども、そのうち8単位がですね、ゼミなので正味22単位を取るというわけです。その22単位のうち12単位は、学内のいかなる研究科からでも取れるんです。ということは、ここに所属しながら学内のですね、さまざまな部局の先生方と連携して、例えばその国際防災論といったような新しい取り組み、あるいは未来都市学といったような取り組み の基盤としてお使いいただけると思っていたりしますので、またそういった点もご議論していただけたらと思います。以上です。ありがとうございます。